違う世界じゃ想像もつかないような人脈ができるんですよ。私は10年入っていましたからね。あなた一人を探してもらうくらいわけなかった。で、今の職場はどうなんですか？周りの皆さんはまだ鈴木浩二という男が10年前に世間を騒がした殺人犯瀬戸浩二だということを知らないのかな。吉野さん、私は許しませんよ。私は妻と娘は死んだ、あの弁護士も家族を失った、私は刑務所に入った。しかしあなたはただ一人のうのうと生きている。何の償いもしないで、一生つきまといますよ。吉田さん、二人きりで会っていただけませんか？お願いします。待って、ちょっと謝りたい。事故ですか？汐留大池公園の公衆電話から無言のコールがありました。いたずらの可能性はありますが、念のため付近のパトロールをお願いします。おい、あれ、君どうした？大丈夫か？人を殺したんだ。え？これで二人目だ。絶対にダメだ。どうしてですか？どうしてですか？だとこの猿頭が。脳なしの政治家と脳なしの銀行員どもにむちゃくちゃにされた大恐慌寸前のこの今の日本でだよ、元暴走族の高校中退の障害の前科までの頭の悪い猿だ、正社員として迎えてあげましょうなんて優しい心の店長がいたことでも驚きなのに。そりゃ俺だって声かけてもらったのは嬉しかったです。ならなんでことなんだよ。俺ずっとここで働きたいんです。迷惑です。まったくずうずうしい手長猿だな。お前大体、お前最初の俺になんて言った？バイトが見つかる間のほんの 1,2 週間の間ここで働かせてくださいってさ。それがどうだお前、バイトはまあ週末だけしかやらない、留守番もせずにその設計室までついてくる。挙句の果てはだよお前、俺ここで働くようになって一つ分かったことがあるんです。おお、なんだ？俺貧乏には強いんだって。バカ野郎、お前は強くてもな、俺は強くないんだ。俺は貧乏大嫌いなの。
分かったらさっさとさ、そのガソリンスタンドの店長のとこ行って末永くよろしくお願いします。頭下げてごめん。嫌です。俺はここで先生と涼子さんと3人でずっと一緒に。といえば涼子ちゃんはいないね。あともちろん博士も4人仲よ。あのロバだろうね、昨日から田舎に帰ってますよ。え、見合いですよ見合い。思った通りやつはね、男に飢えたエロロバでした。そんなことありませんよ。だって涼子さん、お見合いの件なら絶対に断るって俺に。ところばだよ、写真と釣り書きを見たとさ、コロッと変わっちまったよ。え、この人私の運命の人なんつったと思ったらさ、茨城に向けた。いいか、またまた騙されませんよ俺は。これがな、相手の職員がこれまた傑作なんだよ。遅くなりました。今日はありがとうございます。わざわざ東京からいらしていただいて。いえいえ、中山先生こそお仕事大丈夫なんですか。ああ先生だしけ、ただの田舎弁護士っすよ。そんなご謙遜をねえ。この子はちっちゃい時から弁護士に憧れてよ。学生の時なんか弁護士の彼氏作るために毎晩合格。まだじゃん、やってよそんな話。私は涼子さんのお眼鏡にはかないませんか。え、私はこうしてお会いしてますますあなたに惹かれてんですが。いて、いて、何ですか今のは。そういうわけでよ、俺はあいつがここを辞めて結婚するに1000円な。弁護士とお見合い。可愛い子供たくさん産みそうだね涼子ちゃん。見事な安産型ですからね。これ俺の全財産です。涼子さんがここに戻ってくるのに1000円かけます。何お見合い。